岡谷興株式会社アビバは、パソコン教室、アビバなどを全国展開していた企業。現在は、大英教育システム株式会社と統合して、設立された株式会社リンクアカデミーとなっており、アビバはパソコン教室のスクールブランドとして、引き続き全国で運営されている。2011年6月現在、直営店を全国に112校フランチャイズを282拠点展開する業界大手。駅前を中心に展開していた。2005年4月1日に産業再生機構の支援を受けて、経営破綻した株式会社アビバジャパンから、ベネッセコーポレーションが 95% 以上出資する、譲り受け会社の株式会社アビバへ営業のすべてを譲渡され、ベネッセグループ傘下となる。アビバジャパンは清算された。ベネッセの完全子会社として、採算性を改善し黒字転換を果たしたが、業務の拡大やベネッセ他事業との相乗効果が見られなかったため、2010年3月に株式会社ベネッセホールディングスは、アビバ全株式をスリープログループ株式会社に譲渡した。2010年8月に株式会社ホームコンピューティングネットワークが株式会社アビバを吸収合併し、称号を株式会社アビバに変更している。さらに2011年6月11日には、株式会社リンク&モチベーションに全株式が譲渡されている。2013年、株式会社アビバは、大英教育システム株式会社と統合し、株式会社リンクアカデミーとなり、アビバはパソコン教室のスクールブランドとして、引き続き全国で運営されている。2012年9月10日、二重価格表示違反により、景品表示法違反として消費者庁に措置命令を受けている。旧運営会社時代に放送されていた CM では、加藤茶が老婆に扮装して、牧瀬里穂と共に出ていた。連結子会社の株式譲渡に関する基本、合意書締結のお知らせベネッセホールディングス2010年3月1日。株式会社アビバの株式取得に関するお知らせリンク&モチベーション2011年6月12日、景品表示法に基づく措置命令について、ありがとうございます。